果物加護と花瓶の生物ローマの料理は、それを生んだ古代の文明が長期にわたり存続したために多くの転換を経た。これらの習慣には、ギリシアの文化、王政から共和制を挟み帝政へという生態の変更、及び俗習から多くの新しい調理習慣や料理技術をもたらすことになった帝国の大幅な拡張が影響している。はじめのうち、 社会階級間の料理の違いはあまり大きくなかったが、帝国が成長するとともに、歳が増えていった。伝統的には、朝に朝食が、正午に1日の主となる食事系ナセナが、ンにウェスペルナベスパーナが、それぞれ供された。ギリシャの習慣の影響、及び外国の食材の輸入と消費の増加のため、ケーナは量と種類を増やし午後に食べられるようになった。 ウェスペルナは、スタで、正午のあたりの二度目の朝食である、プランディウムプランディアムが導入された。社会階級が低い層では、日々の肉体労働のリズムにより合っていたため古い、習慣が残った。最初は、エンメル麦で作られた、平らで丸いパンが、少量の塩と共に食べられていた。上流階級では、卵や、チーズ、蜂蜜も食べられ、牛乳や果物も添えられた。 定世紀に入り、期限頃になると、小麦で作られたパンが導入され、時と共にますます多くの焼き物がこのエンメル、麦パンから置き換わっていった。パンはワインに漬けられて、オリーブやチーズやラッカー、ブドウと共に食べられることもあった。この2回目の朝食はより内容が豊かで、ほとんどが前日のケ緯ナの残り物によって構成されていた。肉体労働に従事していない。 上流階級の人間の間では、すべての仕事のスケジュールを午前中に入れることが習慣になっていた。プランディウムの後は、すべての仕事から解き放たれ、浴場へ行った。3時頃に、ケーナが始まる。この食事は特に客が呼ばれている時は深夜まで続くこともあり、小ミセシオがよくその後に持たれた。大世紀や共和制初期にはとりわけ、 労働社会級にとってはまた共和成功期にも、セナはポリッチの一種であるパルスが主としてにまかなわれていた。最も簡単なものはエンメル麦、水、塩、油脂によって作られていた。最も洗練されたものはオリーブオイルで作られ、可能ならとりどりの野菜の付け合わせがあった。冬輸送はパルスを卵、チーズ、蜂蜜と共に食べ、たまにではあるが、 肉や魚と食べることもあった。共和世紀が過ぎるとケーナは二つのコースに分かれて発展した。メインコースと果物や魚介類のデザートである。共和世の終わりまでには三つに分かれて供されるのが普通になった。最初のコース、メインコース、そしてデザートである。ローマの食堂起源前300年頃より。 ギリシャの習慣がローマの上流階級に影響を与えるようになった。増大する富はかつてないほど大規模で洗練された食事へとつながった。栄養価は重視されていなかった。それどころか美食形はカロリーも栄養も少ない食べ物を好んだ。消化の良い食べ物や利尿作用を持つものがもてはやされた。食事の時には食事用のドレスなどのくつろいだ感じの ゆったりとした服が好まれた。ディナーは後にトリクリニウムトライクリニウムと呼ばれることになる食堂で取られた。ここで人々は食事用のチョイスに横になった。円卓、メンサの周りには奴隷が食事を運びやすいようにレクトゥスが3つ馬蹄型に並べられレクトゥス一つには最大で3人が横になった。王世紀及び共和世紀には レクトゥスに座ることが許されたのは男性のみであった。椅子の傍らには飲み物のためのテーブルが置かれた。頭を中央のテーブルの型にして左肘をクッションに乗せ足がレクトゥスから出た格好で最大9人の人が1つのテーブルで食事をすることができた。それ以上の人数の客人は椅子に座った。奴隷は通常立っていなければならなかった。ケーナ、セナの前には 足と手を洗った。食事をとるときは指先と二種類のスプーンを使った。国である和いやカタツムリなどの軟体動物をついて食べるときに現代のフォークのように使われた。大きな塊は小分けにするためにテーブルでカットされた。料理の各皿の後には指を洗いナプキンで口を拭った。客人は自分のマッパエを持参して食事の残りや お土産を持って帰ることもあった。ローマ人の食事の文化で珍しいのは骨や貝殻などの食べられない部分を床にそのまま投げ捨て、あとは奴隷に任せておくことだった。夏には外で食事をすることがよくあり、ポンペイの多くの家はそのためにだけ庭の一番美しい場所に石でできた長椅子を備えていた。しかし、その椅子に横になるのは正式の催しの場合のみで、 普段は腰をかけたり立ったままで食事をとったりした。招待客のための生産の間、音楽家、軽技師、あるいは詩人がパフォーマンスを行い、そして生産での会話が重要な役を演ずる。舞踏はテーブルマナーにそぐわず、無作法とされるため行われなかったが、コミセシオではこの監修は無視されていた。生理現象で席を立つことは不適切とされ、 我慢することが良いマナーとされた。メインコースの後、休止中に家の守護霊であるラレスに供物を捧げた。この供物は通常肉、ケーキおよびワインであり、ケーキはサフランで色付けされる。食事のこの部分はガスティテオまたはプロマルシスと呼ばれ、軽く食欲をそそる料理からなる。通常の飲み物はワインと蜂蜜を混ぜたマルソムである。 卵が重要な役割を果たす。他の主な前菜はサラダと野菜である。大規模な祝園では複数の前菜が次々と出される。通常のサラダと野菜は次の通りである。他の前菜は次の通りである。ヘルクラネウムのフレスコがしばしば中間料理が実際のカパーとセニーの前に振る舞われた。この料理は実際の中身より装飾が重要であった。 メインディッシュは普通、肉料理であった。一般的な料理は次の通りである。ポンペイの魚のモザイク魚は、後半に振る舞われ、肉の実よりも高価であり続けた。淡水と塩水の池での養殖が試みられたが、数種類の魚を捕らえて飼育させることはできなかった。最も一般的な魚は、姫鹿の魚である。特定の時間のこの魚は、 最上の贅沢の典型と考えられた。水から出て死ぬと、鱗が明るい赤になることが理由である。このため、これらの魚は、時に食卓でゆっくり死ぬことがあった。これがソースの中で行われるレシピさえあった。しかし、定盛期の初めにこの習慣は、突然終わった。その理由は、鳥丸キオの響き縁での姫鹿の魚が、 時代遅れの魚の死ぬ姿で客を退屈させる、成金の特徴であることが示されたからである。ポンペイで発見された古代ローマのパン教でいう、サイドディッシュや付け合わせはなかったが、小麦の伝来に続いて、パンが全ての身分で食べられた。その後、オーブンを使用できない、最貧民の実がパルスを食べ続けなければならなかった。パンは、様々な異なる種類があり、 急速に例外的に一般的となり、西暦270年から公的なパン屋がローマで規定された。果物の中でブドウが最も好まれた。ローマではワイン用と食用のブドウを区別した。レーズンもまた生産された。ブドウに次いで、イチジクとナツメヤシが重要な役割を果たし、多品種のザクロが食べられた。マルメロ、様々な種類のリンゴ、アンズ。 桃、サクラんぼ、梨、干しぶどう、ブラックベリー、メロン、およびアザロールが栽培された。ローマでは、クルミ、ヘーゼルナッツ、アーモンド、栗、および松の実が食べられた。ローマのパン屋は、パン、ロール、フルーツタルト、菓子パンおよびケーキの他種類が有名であった。小麦で作られ、通常蜂蜜に浸された、プラケンタ、スピーラ、グロービ、 エンキュトスなどの歌詞も大きな役割を演じた。ある種のナッツもまた使用され、今日の歌詞のように祭りで投げられた。なお、レシピのほとんどは残っていない。冷たいクラムとカキは、はじめはデザート料理であったが、後に前菜となった。ガルムとして知られるソースは何にでも使える調味料だった。これは塩漬けの魚。 特にサバの内臓を非常に遅い熱過程にかけることで作られる。2から3ヶ月にわたって通常日光にさらすことによる熱で促進される。酵素処理で魚のタンパク質がほぼ完全に分解される。残った固体物は濃され、液体はガルム。残る固体物は一種の塩辛いスプレッドである。アレックとして取引される。 生産の際の匂いが理由で、都市でのガルムの生産は禁止された。ガルムは小さい密封されたアンフォラで供給され、帝国中で使用されて調味料の使用を完全に置き換えた。今日、同様のソースは、太陽国とベトナムで生産され、魚醤を落として海外に販売されている。ガルムと同じとみなされることがある調味料に、リクアメンがある。 リクアメンは液状化半液状の塩味の調味料で、コルメラのノージロンではラードを用いた塩気の多い調味料としてリクアメンが登場し、パラデュスは塩漬けの梨をベースにしたリクアメンを語っている。このため、ガルムとは別の塩味の調味料とする説がある。香辛料、特に胡椒及び他の数百種が大規模に輸入され、大量に使用された。 非常に一般的な香辛料の一つがシルフィウムで、ローマ人がラーセルピキウムと呼んだ植物である。ラーセルは栽培できなかったため、野生の植物を乱獲した結果絶滅し、ラーセルの代用品としてアサフェキダが使われるようになった。野菜と肉の固有の風味はガルムと他の調味料の多量使用で完全に消された。美食家が料理を見ても、匂いを嗅いでも、 味わっても、その材料がわからない場合、調理法における最高の実績を示すと考えられていた。甘味料としては、主に蜂蜜が用いられた。蜂蜜は高価であるため、どうの汁を煮詰めた、濃縮どう汁や、マルメロや、イチジクなどの果汁を煮詰めたものもあった。コンドトム、パラドクスムの再現製品水は、紀元前300年以降、 ローマ中で良質なものを飲むことができ、温められ、または雪で冷やして振る舞われた。水以外では他種類のワインがあった。ワインのブランドでは、カンパニアのファレルヌスさん、ラティウムのセティアさんなどが有名だった。ワインは通常飲む前に水割りにされ、製造者により調整され、改良されることもあった。指示される調整は、白ワインから赤、およびその逆。 ワインが巣に変わる危険を救うものであった。ワインは、また、様々に味付けされた。例えば、強くて甘いレーズンワインのパッサム、ワインと蜂蜜を新鮮に混ぜた、マルソム、ワイン、蜂蜜及び香辛料をあらかじめ混ぜて熟成した、コンドトムがある。ある特定のレシピ、アンディトムパラドクスムは、ワイン、蜂蜜、胡椒、月桂樹、ナツメヤシ、マスティックガム、 およびサフランを混ぜて調理し、後で飲むために貯蔵する。宴会など大量にワインが必要な場合は、最初だけ良いものを出して、酔いが回ってからは、質の悪いものが出てくる。というのがよくある方法だったらしい。コミセシオでは、飲酒のマスターがサイコロで選ばれた。ワインと水の割合と全員が飲める量を決定する。また、死、暗礁やスピーチを、 他の出席者に要請することができた。客は食事客の健康と宴会の雰囲気に寄与するために様々な方向の花輪をつけていた。この花輪は多種の花と香水で作られた。身につける花輪は上流階級に位置することを示していた。広く知られる5階はローマではゴミトリウムと呼ばれる部屋をより多くの食事をとるために 食事の間に嘔吐するために作ったとされることである。最上流階級の非常に一部のみが恋に嘔吐する習慣があった。ボミトリウムは実施に全く関係ない建築物の特徴で、円形劇場の座席の層の後ろ、または下に位置する通路である。この通路から章の最後に群衆を吐き出すことができる。ボミトリウムは今日のいくつかの劇場に見られる。例えば、 オレゴンシェイクスピアフェスティバルでは、野外エリザベス町劇場、アンガス・ボマー劇場の二つがボミトリウムを持っている。ここから、役者は、通路から、円形劇場のステージに登ることができる。ありがとうございます。